ラッシーセカンドの那須久美幸です。本日はお家で簡単に作れるお茶割りカクテルをご紹介したいと思います。リキュールとお茶だけで簡単に作れるカクテルです。それではお作りさせていただきます。まずグラスの中に氷をたっぷり入れてください。このようにグラスの中にたくさんの氷を入れたものを6つご用意いたしました。それぞれの果物のリキュールやコーヒーのリキュール、抹茶のリキュールなど、そちらをお茶割りでお作りさせていただきます。まずは巨峰のリキュール、グラスに4分の1ほど注ぎます。マスカットのリキュール、カシスのリキュール、ピーチのリキュール、カカオ系のコーヒーリキュール、そして玉露のお抹茶リキュール、それぞれのお茶で割っていきます。まずはジャスミンティー、グラスの4分の1に対してお茶は適量で結構です。無糖のアイスティー、緑茶、ウーロン茶、そしてカカオ系のコーヒーリキュールにはアイスコーヒーやラテなども合います。そしてお茶の他にもレモンサワー、お家にあるレモンサワーをリキュールで割ります。今日は玉露のお抹茶のリキュールを使わせていただきますが、それぞれ果物系のリキュール、いろんなリキュールに合います。レモンサワーで割ってみて味変を楽しんでみてください。
氷より入れてリキュールお茶のみでこのように攪拌します。リキュールはちょっと比重が重いですので、よく下からこのように上に持ち上げるようにして攪拌してみてください。リキュールとお茶で割ったお家で簡単なカクテル、お待たせいたしました。レモンサワーもいろんなリキュールに合いますので、味変にお使いください。